はい、野菜でございます。ではドラクエ11引き続きやっていきましょう。よし、王様やうんだよね。危険な真似はよすのだ。父上、心配いりません。僕があの星の謎を解き明かし、サマディの民を安心させてみせます。おお、そなたか。いつぞやはファーレスが世話になった。このご尊顔は。久しぶりだな、サマディ王よ。イグノアを忌まわしき災厄が襲ったあの日、四大国会議の日から16年ぶりになるか。ロードの事情は全て聞いています。勇者がロトゼタシアに災厄をもたらす悪魔の子だという話はデタラメだったと。デリカダール王の嘘を見抜くこともできず、世界の崩壊という最悪の事態を招いてしまったこと、どうかお許しください。もう良いのじゃ、顔を上げよ。全てはデリカダール王に取り付いたウルノーガの仕業だったのだ。他の誰に非があるわけでもない。ロードの、ありがとうございます。それよりも、今は勇者の星のことだ。このまま地上に落ちれば取り返しがつかん。あの星について何か分かってないのか。国の学者たちに調査をさせているのですが、今のところ何も分かっていません。ただ一つだけ気になることがあります。息子のファーリスがあの星を覆う赤い結界に刻まれた文字のようなものを発見したのです。勇者の星に結界が。そこに文字のようなものが刻まれておるじゃと。はい、それで王子は先ほどその文字のようなものを調べるため学者を連れてバクラバ砂丘へ向かいました。わしらも何故勇者の星が落下を始めたのか調べに行くぞ。ロードの、バクラバ砂丘に行くのであれば息子の様子を見てきてくれませんか。どうもファーリスのことが心配で。うん、ありがとうございます。関所を塞ぐ兵士には通行を許すように言いつけておきます。では息子をよろしく頼みます。
だ君は。ここじゃ文字が見えるわけないだろ。もっと近くに行って調べないと。バクラバ砂丘に入るのは危険です。いくら王子といえどもその命令は聞けません。じゃあここから文字を解読できるっていうのか。いやそれは王子ちゃん久しぶり。あ、シルビアさんたち久しぶりだな。無事だったんだ。王様ちゃんから事情は聞いてるわよ。あの星を調べるためにここに来たんでしょ。ずいぶん成長したじゃない。それほどでも王子として仕事をしてるだけさ。でも皆さんどうしてこんな場所に。俺たちがここに来た目的はお前と同じ、勇者の星の調査に来たのだ。あなたはデルカダールの英雄グレイグ将軍じゃないですか。こんなところでお会いできるとは。俺の名を知っているのか。もちろんです。あなたは騎士の憧れ。僕はグレイグさんの舞台に入るのを目標にしてこれまで頑張ってきたんです。その言葉は嬉しいが、我が隊に入らずとも民を守ろうとするその勇気があればお前は立派な騎士だぞ。はあ、グレイグさんからお褒めの言葉をいただけるなんて感激です。時に王子よ、その様子を見るに勇者の星の調査はなかなか苦戦しておるようじゃな。じいさんそうなんだよ、学者がおじけづいちゃってさ。さすがの僕でも文字の解読はできないし、どうしたもんかと。ではお主が見つけた古代文字、わしが解読してやろう。え、じいさん、あんたも古代文字が読めるのか。ありがとう、助かるよ。多分バクラバ砂丘の中心にある遺跡のあたりなら文字もよく見えると思う。僕は先にそこに行ってるから。ちょっと王子ちゃん、何寝てんのよ。星を調べに来たんじゃないの。こんなに大きな星を真下で見る機会なんてめったにあるもんじゃないから記念にさ。いやーすごい、みんなもやってみなよ。おじちゃん、あなた結構肝が据わってるのね。それはそうと、この遺跡って何なのかしら。こんな荒野のど真ん中にポツンとあるなんて不思議よね。そう、じいちゃんのじいちゃんのそのまたじいちゃんの時代からあるらしいけど、詳しくは知らないな。作られた時は大切な役割があったのかもね。なんだか五代のロマンを感じるわ。
確かに星には何やら文字が書いてあるようじゃな。早速調査を始めるか。どうしたの？独り言なんて珍しいわね。何が起こったのよ。見ろ、星が。ちょっと星が落ちてくるじゃない。ここにいては危険です。早くこの場を離れましょう。待て、もう少しじゃ。もう少しであの文字が読める。こちらへ。星が消えてしまった。あの星は本当に勇者の星だったのか。それにあの剣を持った魔物は一体。何言ってるんですか、グレイグさん。あれは救世主ですよ、救世主。救世主がサマディを救ってくれたんです。これでサマディは安心だ。王国のみんなもホッとしてるんじゃないかな。じゃ、僕は先にサマディに戻るよ。何か用があったら気軽に王宮まで訪ねてくれ。消えてしまったが、あの星には水ゼルファという古代文字が刻まれていた。水ゼルファとは一体何なのじゃ。それじゃあサマディの王様ちゃんに水ゼルファって言葉に心当たりがないか聞いてみましょう。何かわかるかもしれないわ。
人ともよくぞ戻られました。勇者の星がいきなり砕け散ったので心配していたのですが、無事で何より。ファーリスから話は聞いておりますぞ。星が落ちてもうダメだという時に救世主が現れ、あの星を切ったそうですな。救世主かどうかは分からんが、まあそれはいいのじゃ。それよりお主に聞きたいことがある。わしが見たところ、星を覆う結界には水ゼルフはそう刻まれておった。この言葉に何か心当たりはないか。水ゼルファ、聞き覚えがありませんな。空に浮かぶ勇者の星に刻まれたこの言葉、きっと深い意味があるはずなのじゃが、仕方がない。わしらには魔王を倒すという大事な使命が残っておる。先を急ぐとするか。ロー殿、魔王退治の旅、私たちも微力ながら応援いたしますぞ。もし困ったことがあれば何でも言ってくれよ。今度こそ僕が君の力になるから。さあ。ああ、いかんいかん、忘れておった。老主様が持っていたハンマーについてサマディ王に尋ねてみるとしよう。おや、お二人とも、わしに何かご用ですか。サマディ王よ、漠然とした話で申し訳ないのじゃが、この国にある巨大なハンマーについて心当たりはないか。魔王を倒すためにどうしても必要なのだ。神話の時代、サマディにあったことは分かっておるのじゃが。ハンマー、ハンマー、おお、もしや王家に伝わるガイアのハンマーのことか。ファーリスよ、宝物庫にあるガイアのハンマーを持ってくるのじゃ。はい。大樹の記憶の中で見た老主様が持っていたハンマー。父上、いいんですか。これって来年のファーリ祭のために行商人に売る予定だったハンマーじゃ。あ、バカも、黙っておれ。ガイアのハンマーはフトの時代からサマディ王国に伝わる貴重な宝物だ。しかし今や魔王を倒せる者は勇者であるお前しかおらん。もし必要ならば喜んで渡そう。伝承によると、そのハンマーには大地の精霊の力が宿っているそうだ。それで叩けばどんなに硬い金属でも鍛え上げられるって話さ。それじゃあ皆さん、魔王退治の旅頑張ってくださいね。いい報告期待してますよ。
ヤヤク様、化け物に襲われた神官は未だに怯え寝込んでおります。よほど怖い思いをしたのでしょう。あの化け物がいる限りいつまでも儀式ができませぬ。化け物ごときに尻尾を巻いて逃げてきよってこのたわけが。怪我さえなければ化け物なぞこの手で成敗してやるのに。一刻も早くあの儀式をやらねば。ものすごい剣幕ね。何かあったのかしら。あ、客人か。すまない、見苦しいところを見せてしまったね。見たところずいぶん腕が立つようだ。名は？そうか、なるほど。少し私の話を聞いてくれぬか。この里には火の神を称えるため日野の木火山である儀式をする風習がある。里を守るには絶対に欠かせぬ儀式なのだ。先日その儀式をするために日野の木火山に神官を送ったんだが、その道中で突然化け物に襲われてね。逃げ帰ってきた神官の話では、化け物のやつは鋭い牙と爪を持ちおぞましい姿をしていたという。本来なら私が成敗してやりたいところだが、この地に救う火竜を倒した時に怪我をしてな。今は歩くので精一杯さ。旅の者に頼むのは気が引けるが、里のため化け物を退治してくれぬか。はい、合点だ。おお、引き受けてくれるか。礼を言うぞ。まずは化け物が出没した西隣にある日野の木火山の山道を調べてみてくれ。頼んだぞ。火の神よ、この者たちに聖なる炎の加護を与えたまえ。立ち去れ。立ち去るのだ。出たな化け物め、このグレイグが成敗してくれる。
我は火の神の化身なるぞ。その腹渡八つ裂きにされたくなくば早々に引き返せ。里の人をいじめる悪い魔物ちゃんは私たちが懲らしめてあげるわ。さあ覚悟しなさい。何？一体どうしたのかしら。兄ちゃん、この人たち全然逃げないよ。どうしよう。バカ、喋っちゃダメだろ。怖がって逃げてくようにちゃんと化け物になりきるんだよ。この人たちに見つかったじゃないか。違うもん、テバ兄ちゃんがちゃんとさっきのこと支えてくれないからだもん。あらびっくり、怖い化け物がこんな可愛い子たちだったなんて。お前たちは里の者か。何故化け物のふりなどしていたんだ。だって、俺たち、ヤヤク様に儀式をやらせるわけにいかないんだよ。あのね、儀式をね、止めないとね、大変なことになるんだよ。何か訳があるようじゃな。ひとまず、この子たちの話を聞いてみんか。あんちゃんたち、オイラたちの話を聞いてくれるのかい。ねえ兄ちゃん、この人たちならサキたちのお手伝いしてくれるかも。そうだな、アンちゃんたちなら腕っぷしも強そうだし、一緒に来てくれたら心強いや。この先にオイラたちの秘密基地があるんだ。詳しいことはそこで話すよ。先に行ってるから絶対に来てね。早速来てくれたんだね。この方たちがさっき話してくれた人たちなの？うん、旅人のアンちゃんさ。アンちゃんたち、オイラたちの話を聞いてくれるんだって。先ほど里の儀式をさせないために化け物のふりをしていたと言っていたな。その訳を聞かせてもらおうか。儀式をしないとみんなが困るのは分かってる。でもダメなんだ。だって儀式をしたら母ちゃんが火の神様に捧げる生贄として火山に落とされちゃうんだよ。生贄ですって？儀式ってそんな物騒なものだったの？ある日ヤヤク様がオイラたちを集めて行ったんだ。我らは火の神の怒りに触れた。捧げ物をしなくては火山が噴火し里は火の海になるだろうって。はじめは大根とかお芋をあげてたの。でも急にお日様が出なくなって食べ物が育たなくなっちゃったんだ。そうか、魔王誕生の余波がこんな遠くの地にまで。ヤヤク様は里を守るため
火の神様への捧げ物を絶やさぬようにと人間を生贄に捧げると宣言しました。誰が生贄としてふさわしいか、ヤヤク様が火の神様の神託を受けて、そして私が選ばれました。生贄に選ばれた母ちゃんを日の乃木火山へ行かせないようにオイラ必死に考えて、それで。そうか、だからあんなことをしてお前たちなりに母親を守っていたのか。私の死が里のためになるのなら生贄になる覚悟はできています。だけどこの子たちが。そんなこと言うなよ母ちゃん。里のためとかオイラには分かんないけど、母ちゃんが死ぬのは絶対嫌だ。こないだの夜、母ちゃんが儀式以外立ち入りを禁じられた火山にヤヤク様が一人登るのを見たんだって。そのことをヤヤク様に言ったら、母ちゃんは生贄に選ばれちゃったんだ。まるで見られたことを言わせないように。日の乃木火山には絶対何か秘密がある。それを暴いて母ちゃんを助けたいんだ。でもオイラだけで行くのは無理だから。そういうことであったか。ではその日の乃木火山とやらに一つ様子を見に行ってみようかの。本当ありがとう。あんちゃんたちがいれば百人力だ。これで火山の奥まで調べられるよ。この秘密基地の奥に日の乃木火山へ続いてる道があるんだ。そこから火山の中に入ってみよう。ここで行き止まりみたいだ。他に道なんてなかったし。なんだよ、何もないじゃないか。残念だったわね、テマちゃん。溶岩の火でミディアムレアに焼かれる前に早くここから出ま。なんじゃこの地響きは。一体何が起こったんじゃ。下から声が。アンちゃん、この下に何かいるよ。あれが人食い火竜。しかし火竜はヤヤク殿が倒したはずではなかったのか。ヤヤク様はこれを隠してたんだ。人食い火竜を退治できなかったから、こうやって隠してみんなを騙してたんだ。母ちゃんが生贄になるのも全部こいつのせいか。こうしちゃいられない。
早くみんなにこのことを教えなきゃ。アンちゃん、一旦里に戻ろう。はい、間違ってね自分の家の方にまで行っちゃいましたね。はい、で今回ここで終了して、予約が秘密を持ってたんだね。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。野崎でした。